ちはエスタディオヌエボトリウンフォよりお届けしてまいります。解説今前半キックオフです。試合はどのような展開を見せるのか。ホンダ、さあカウンターのチャンスになります。裏に味方を走らせるラファエル、ここで受ける、出ましたね。キーパーからのロングフィード、どうする、これはつながりません。長友、長友から左へ浮かせて裏を狙う、面白い、宮市からのパスは通りませんでした。しっかりパスコース抜いてますよね。ラファエルに渡ります。このパス超えるか、流れを止めます。今日は両チームとも慎重なスタートという印象です。前半です。これをカットします。青山、なかなかいい形が作れないですね。さあカウンターを仕掛けます。裏のスペースに置きに行く、フリーになった、シュート、ゴー。さあまずは先制、フェイントで相手を探ってうまくシュートコースを作りましたよね、はい、イメージ通りのプレーだったんじゃないですかね。そうですね。先制1対0です。これで優位な試合運びができるんじゃないですかね。そうですね。しかしまだ1点差ですから安心してはいけませんよね。はい、ジョルジェビッチ、目まぐるしくボールの持ち主が変わる。このボールに触ります。ここはカットします。味方を走らせる、ホンダ、ゴー、追加点決めます。これで2点差。アーティスティックなゴール決まりましたね。そうですね、ゴールのイメージあったんでしょうね。なるほど。さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。ボールはこれを拾ってもう一度進めます。すごいですね。抜けてくる、ヘッドでしたね。はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね。堅いディフェンス、このボールをカットします。宮内が今日の試合得点を挙げています。ラファエル、裏を狙う、現在2点リードの余裕があります。スルーパス、さあ抜け出した、これチャンスですよ。1対1、ジョルジェビッチ、ゴール、ラインサイド、1点差まで追い詰めます。クールにコントロール、ふわっと浮かしてゴールを決めた。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいですよね。あと1点です。
この1点でどんどん出てってほしいですよね、はい、相手としては非常に受けに回る時間帯が増えてくると思いますね。なるほど、あと2分少々で手元の時計は45分。裏を狙う、オープンなゾーンだ。長友からのスルーパスは通りませんでした。拾われましたよね。ジョルジェビッチ、チャンスでしょ。味方を走らせる、どうする。さあシュート、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。はい、まあ、2-1 というスコアですから、次の1点がこの試合のポイントになりそうですね。しっかり守りながら攻めていく形にはなると思いますけどね、はい、チーム個々の思い、プライド、そしてそれを支えるサポーターの期待、さまざまなものが交錯している今日の試合。引き続きセカンドハーフに突入します。2対1とリードして後半に折り返します。後半ゲームはスタートしています。ウィリアム、このボールをカットします。裏に味方を走らせる、スペースへのボールだと思うんですけども、狙いはいいんですよね。相手にとっては怖い攻撃ですよね。中村、ジョルジェビッチ、ウィリアム、ズラタンに渡る、カウンターを仕掛けていきます。いや面白いな、自分で持っていく。エルナンデス、カーティス・デイビス、裏のスペースに置きに行く。フリーですね。1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。エルナンデス、ジョルジェビッチ、縦にボールをつないでいきます。ここは読んでいました。さあ前線へ、このボールに触ります。速いパス回し、後半21分です。宮市、さあここでカウンター、ラファエル、本田へ、キープできるか、抜けてくる、ダイレクト、ゴール決まった。ウィリアム、一人で持っていく、いませんでしたけど、ああいう選手が一人いるっていうのは相手にとって怖いですよね。になってしまいますからね、はい、今のディフェンスは大きいですよね。そうですね、カイセド、ここで前を向けるか。後半ももう3分の2が経過しています。このボールをカットします。ウィリアム、ここはカットします。中村、前線へのボール、スルーパス、抜け出しました。さあどうだ、1対1、このチップキックは弱かった。しかしキーパーが判断しづらいところをきっちり狙ってきますよね。どうする、
ウィリアム、中村、このボールをカットします。長いボール裏へ落とす。残り5分を切っています。絶妙ですね。柔らかいボール、流れを止めます。ウィリアム、味方を走らせる。このパス抜けてきます。中は揃っています。シュートレンジです。おお、これチャンスですね。自分で行く、シュート、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。中央からの仕掛けが効果的でしたね、はい、シュートまでの一連のプレーが素晴らしかったと思いますね。なるほど。中村へカットです。レフリー試合終了のホイッスル。さあ